今回の件、どういうことか説明してもらいましょうか、真島さん。説明もクソもないわ。部屋に入っとったら植松が死んどった、それだけ。真島さんと植松は次期若頭の座を争うライバル関係、そしてその真島さんが植松の死体の第一発見者。何が言いたいんや。言いたいことあるならはっきり言えや。植松殺したのはあんたじゃないかって言ってるんですよ。くだらん推測はやめろ。真島が殺したっていう証拠がどこにあるんだ。証拠はまだありませんよ。ただ出てくるのは時間の問題でしょう。若頭候補だった植松は真島さんにとって最も邪魔な存在、殺す動機としては十分すぎます。真島さんは狂犬って呼ばれてるぐらいですしね、やっても何らおかしくない。くもうやめませんか。これ以上子さん同士のかばい合いは見ていられない。てめえ柏木さん、もうええわ。真島、わしはごちゃごちゃ脳が汚れんのは苦手でのう。こいつらのくだらんお茶会に付き合うんはもうごめんや。植松やったやつの首取ってくりゃ文句ないやろ。ええ、もちろんそれができればね。